ジェイアレン・ブルースは、アメリカ合衆国テキサス州、ボーモント出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。愛称はブルース。シンシナティレッツ時代2005年の MLB ドラフト一巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。同年、ルーキー級に球団で54試合に出場。2006年は、A 級。 デイトンドラゴンズで117試合に出場し、ミッドウェストリーグのオールスターに選出され、最優秀選手に選出された。2007年は A 級サラソタレッツで開幕を迎え、トリプル A 級ルイビルバッツまで昇格を果たし、フューチャーズゲームにも選出され、シーズン終了後には、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀、選手賞など多くのメディアから、 マイナーリーグ最優秀選手に選出された。2008年はメジャーのスプリングトレーニングに参加したが、年俸調停資格には3年が必要だが、スーパー2と呼ばれる一部選手には2年で発生する場合があり、ブルースがスーパー2に該当しないように開幕をトリプル A 級ルイビルで迎えることになった。4月は打率316を記録5月に入ると調子を上げ、 昇格直前までに打率。364を記録し、5月27日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューを果たした。デビューからの11試合で打率。463、オプス1.325を記録。あいつはアウトになることがあるのか。とアトランタブレーブスのボビーコックス監督を驚かせた。6月25日以降打率は3割を下回るも、アダムダンや、 ケング・リフィー・ジュニアの遺跡に伴い、打線の中軸を任されるようになった。昇格以降3試合に欠場しただけで、108試合に出場し、新人選手としてリーグ3位の21本塁打を記録した。2009年は前年より少ない101試合にしか出場せず、打率223、22本塁打、58打点だった。 2010年は初めて規定打席に到達した。打撃面では打率281、25本類が70打点、5盗塁といずれの部門でも自己ベストの数字を記録した。一方、守備面ではゴールドグラブ賞の候補にも名が上がった。2011年は打率256、32本類が97打点だった。打率は 256まで低下したが、本塁打は、地震初の30本超えとなった。2012年は打率、252、34本塁打、99打点と、本塁打が2年連続で30本を超えた。2013年、自己最多の160試合に出場、30本塁打で3年連続の30、本塁打以上を記録したほか、地震初の100打点を記録した。 その他の打撃部門では得点、アンダ、二塁打などの部門で、自己最高ないし最高体の数字を記録した。一方、これまでは160すら超えなかった三振だが、リーグ最多三振のパイレーツのペドロ・アルバレスに一差の185、三振だった。2014年、西于翌種として137試合に出場して5年連続で、規定打席に到達したが、打撃不振に陥り、打率。 217、18本塁打に止まった。2015年は2年ぶりに157試合に出場し、打率226、35二塁打、26本塁打を記録。通算202塁打と200本塁打を達成した。2016年はオールスターのメンバーに選出された。シーズン途中までに97試合に出場し、打率265、26 25本類が80打点という成績を残していた。ニューヨークメッツ時代2016年8月1日にマックス・ウテル・ディルソン・ヘレーラとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。メッツ加入後は打撃不振になり50試合で打率2198本類打、19打点に止まった。それでもレッツ時代の好調が効いて合計では147試合で打率。 250、33本類が99打点を記録し、いずれも3シーズンぶりに30発と90打点をクリアした。クリーブランド・インディアンス時代2017年8月9日にライダー・ライアンとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。ニューヨーク・メッツ時代2018年1月16日に3年。 総額3900万ドルの契約でメッツに復帰した。シアトルマリナーズ時代2018年12月1日に、エドウィン・ディアス、ロビンソン・カノ、及び金銭2000万ドルとのトレードで、アンソニー・スーザック、ヘルソン・バティスタ、ジャレット・ケレニック、ジャスティン・ランと共にシアトルマリナーズへ移籍した。二千十九年はマリナーズでは十七試合に出場したが、打率。 212,14本打、二28打点に止まった。2019年6月2日に、ジェイク・シェイナーとキンセントのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。合計で98試合の出場で打率。216,26本打、五59打点だった。2020年は32試合の出場で打率。198,6本塁打、14打点に止まり。 オフの11月1日に FA となった。ミルブ MLB、ありがとうございます。